あのほら音楽活動はね。ああそうだそうだ。超忘れてたでしょ。結構重要な。私が一番やりたいことなんだけど。まあなんかあるその作った感じでこうしていきたいとか。ん？いや曲を作ってきたじゃない。はい作ってきましたね。そのこういう感じでテクとかなんかこういうのやりたいとか。ああおしゃれ系はやりたいです。あの浅川さんが作る曲っておしゃれコードじゃないですか、うんうん、おしゃれコードを使う難しいの使ってますよ。そうだから私もそういうのは好きなんですけど自分でコードを考えるってなった時に結構難しかった、うん、そうね。だから私はやっぱり浅川さんが作ったベースのものを聞いてメロディーを作っていきたい、うん、あーじゃあ今回のそのみーちゃんの歌みたいなパターンでいいってことだな。もういいし、うん、今まで自分が作った曲、うん、のアレンジってことか。のアレンジをしてもらいたいなって思ったりとか。そうね。ね。うん。いいんじゃない？はい、うん。やれたらと思う。そっちの方もね、できたら、はい、YouTube の方ね、PV としてね、おー。上げてますね。今もね、結構みーちゃんの歌とか、はい、あと恋愛サーキュレーションの新しくね作り直したやつとか、映像も好きです。あれねなんかゆりかもめかなんかだったね。一番前に行ったんですか？一番前に行ったんですよ。あれ無人ですからね。無人だからあれデザフェスの帰りに乗ったの。はでなんか撮ろうと思ってあれね夜なんだけど、もう真っ暗だったわけよ撮った素材が。まあそうですよね。だからまあ白黒反転させてまああんな感じにほわっとしてみたけれど。なんか恋愛サーキュレーションっぽい色ですよね。そうなんだ。わかんないけど。俺あのアニメ見てねえからわかんないけど。戦国なでこっていうことだけはわかってない。花沢香菜じゃん。そうですそうです。あなんかあの曲に合ってる色かなみたいな。なるほどな。はい。今回ね、で、そうそう、まあ、恋愛サーキュレーションは、前のやつは全然、なんだろう、オリジナルとは離れた感じで作ったけど、今回はね、割と曲の、曲調とかコードとか、すごい踏まえて作ってんね、うん。その、なんだ、楽器とかが全然違うけど。はい、まあ、あんな感じで、まあ、カバーなんかも、何個か、はい。やってみたいな。はい、なんか、あるカバーリクエストは。最近つか、まあ、自分で、歌えるのがあったら。なんか昔のアイドルの曲をおしゃれにアレンジしたカバーとか楽しいかなーって思いますね。聖子ちゃんとか。聖子ちゃんね、いいよな。聖子ちゃんってもともと結構おしゃれ系のコード、うん。そうだよ、だって松任谷由実とか作ってたんだから。そうですよね。うん。あとは、なんだろうな。最近のアニメちょっとよく見てないからわかんないですけど、なんだっけ、俺の妹がこんなに可愛い。ああ。うん、あらい。なんだっけ、クラリス。そうそう、クラリスの曲とかもカバーしたい。なるほどね。まあ、ちょっとね、そんなんもやりつつ。はい。その、池袋ナウとしては音楽活動も、まあ、ちゃんとでも、よかったよな、この、一応オリジナル曲が間に合ったね。間に合いましたね。今までずっと作ろうつってなんかギターペケペケ弾いた適当なやつを中間に挟んだりしたけれども、はい、ようやくここに来て。落ち着きましたね。100% オリジナルと言えるもんがようやく作れたわけですよ。はい、でもなんかちょっと驚かれてましたよね。私がああいう感じのタイプの曲を作ったことに対して。ね、ああいうボーカルっていう感じがね。私はでもあの三拍子の音源をいただいた時に、みーちゃんしか思い浮かばなかったんですよ。まあ、ちょっとな、でも、渡したやつってほら、ギターなってたやつじゃん。ジャガジャガジャンでしたね。そうそう、だからすげえロックな感じだったからさ。うん、なんかよくこれに、こんなほわほわした歌詞をよく頭で考えてきたなって逆じゃん。あれ、後からピアノつけたじゃん。後からピアノつけてました。あれ、多分、そうなんないと思うよ、普通。そうなんですかね。あ、なんないっつうか、あのピアノがあったらあの歌詞はできると思うけど。あれから生まれない。あのギターのアレンジからあの歌詞を作るのは俺は無理だね。うん、私は浮かんじゃいましたね。まあ、だそれが良かったよ、今回は。はい、よかった。帰ってあっちに、なんていうか、そっちに合わせて良かった。ボーカルの方に合わせてピアノに差し替えて良かった。良かったです、それは。うん、まあ、なんていうか、その、猫のあの、ノスタルジックな映像と、やっぱピタッと合ったよ。はい。
あれはでもあの曲をもらった時にすぐあの映像は、あれにしよう、うん。あれにしようっていうのはできたね。総集編で、ちょっと古いフィルムみたいな感じでやろう。あれ途中でさ、浅川って看板あんじゃん。そう、あれでしょ。お前んとこのあれ行った時に撮ったやつだよ。あ、スナックだよな。そうです、そうです。うん、あそこはさ、その、なんか夜の星がみたいなとこだからさ、うん、なんかいい写真ねえかなって自分の今まで撮ってさ、これだばーって言ったらさ、浅川って、あっこれ、夜の写真これだって、夜のイメージこれしかねえな。いや、でも私、あれです。据え置きカメラのみーちゃん超好きですけどね、出てくる時の。ね、そう、あれはね、時用に撮ったやつな、あそこだけ。で、一回出て、カメラを回して、一回出て、すぐ入ってきた、ね、すぐ戻ってきて、で、ほら、それは、出てるからさ、ちゃんと撮れてるかどうかわかんないじゃん。うん、だから何回かやって、いいテイクが撮れて、って感じになる。何回かやったんだ、あれ。なんだろう、自分がいない時のみーちゃんの映像って初めて撮ったからさ、どういう感じなんだろうってのは興味あったんだけど。はあはあ、まあなんか、ああいう感じなんか、ポツーンとしてる感じ。寂しげで。寂しげに見えちゃうだろ、やっぱ。うん、あの演出だと、うん。あの演出であの曲がかかってたらそうなるよな。でも多分本人は何も考えてない。うん。何も考えてないですね。そう。それがだから、なんか、今回作ってて面白かったな。なんかその、やっぱ歌詞の世界観に映像が寄ってっちゃうんだよな。あれ全然違う歌詞だと悲しくは多分見えないと思うのよね。確かに。うん。いや、だから、こう、面白いなぁと思うのよね。合作とかって面白いですね。うん、なんかほら、自分 100% じゃないとさ、うん、なんか新しい発見があるよね、やっぱ、ね。そうなんですよ。はい。そう、今回ね、曲作っててそういう感じで。はい。うん、あ、そう、あと、なんだ、私のスマートフォンのやつの方も曲はもうできてんね。お。それをだからちょっとどういう風にアップしようかなっていうのはちょっと今考えてるとこなんで。はい、後々。はい。まあ、早ければ今日にでもアップしちゃいますけれど。はい。っていう感じですかね。はい。いや、でもやっぱ俺も久しぶりに曲作りやったけど、やっぱ面白いね、曲は。曲作りは。作詞と作曲はやっぱ面白いと思いました。もう作曲やってる時はね、ツイッターのこと忘れられる。ああ、忘れられる、忘れられる。そんな重要視することツイッターって。なんかちょこちょこ見ちゃうよな。仕事中とか。電車の中とか。電車の中とか。牛丼待ってた時とか。やっぱ暇つぶしにいいんだな。そうですね。でも曲作るときはもう逆にすっかり忘れて、うん、こう、のめり込みますよね。そう、映像作ってるときとか。だからそういう時間が必要なんだよな、はい、やっぱり人間には。ですね。うん。特にその現代人は、その今注意力が散漫になってるってよく言われるからさ。はい。そういう時間をまあ何かしら、歌を作ったり、まあ、ビデオ回したりっていうのに必要なんだな。うん。じゃあ今後はそういった活動も含めて、はい、お楽しみに、はい、っていうことで、大事なとこお楽しみにください。眠くなってきちゃった。眠いにゃー、眠いにゃー。そう、そんな感じで、はい、あ、じゃあ最後にね、はい、みーちゃんの歌を、挟んで、じゃあ最後に歌ってみた、うん、歌ってくれた人いますよね。ああ、そう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 、それもね。びっくりしました。あれはちょっと俺もびっくりした。ニコ動経由で、なんか知ってくれて、はい。で、カラオケバージョンが欲しいっていうなんか誰か書いてたんで、カラオケバージョンをアップしたらそれを使っていただいて。ありがたき幸せにござります。侍か？なあ、でも、いや、自分の作って、まあ、いわばオリジナルじゃない。うんうん、それを歌ってみたっていうのはね、ね、初めての経験ですよ。はい。感動ですね、あれは。ちょっと感動しましたね、今回は。ありがとうございます。ね、しかもボカロじゃないからね。そうなんです。そこなんです。そこも嬉しいよね。はい。ありがたき幸せにございます。なんかバカにしてるみたいですけど、本当にそう思ってますから。本当だよ、お前。逆にバカにしてるように聞こえるよ。本当にそう思ってる。ありがたき幸せでございます。本当にそう思ってる。ありがとう。まあ、そう、カバーしてくれた人はな、これを聞いてるとは思えないけど。曲だけよね。はい。ピックアップしてくれただけでも、まあ、
はい。嬉しいの。嬉しいです。って感じで、はい。ちょっとね、これからも曲作りをしていきますよ。はい。ことで、頑張ってきます。頑張ってきます。ということで、じゃあ、最後に曲を聴いていただき、大事な投稿を聴いていただくということで、はい、いただくことを思って締めさせていただきたいと、はい、ありがたき幸せでございます。振り向いてあげにゃい、気やすく触らにゃいで、にゃ眠いにゃうるさいにゃ構わにゃいで、あれお出かけ、ドアの閉まる音、にゃんで私は連れてってくれにゃいの、もう知らにゃい、知らにゃいんだから、勝手にすれば、もう4時、もう5時、もう夜、いつ帰ってくるにゃ、一匹は寂しいにゃ、お星様ちらり、涙がほろり、そしたら聞こえたドアの開く音、にゃおかえり、すりすり落ち着くにゃ、名前呼んでムフムフして、やっぱりそばにいてほしい、届かないわ、新しい彼氏を